ははいこんにちはカツマータンですさ今日はこちらコアラのんコアラのじゃないコアラとマーチウィズポケモンあれコアラのマーチだよね、うん、コアラのじゃなくてモンスターボールになっててトンになってるええー、12月1日昨日ですね発売ということで、えー、コンビニで買ってきましたスーパーにはねちょっとなかったのでパッケージこれエースバーンですけども あとね2種類あってえー、と専用のポッページがあるんですがはいこちらですねスマートフォンのページでここですえっ、ー、とリザードンとイーブイとエースバーンがいるとちょっとピカチュウの表情も違うねはいということでお味はチーズケーキモー,モーミルク風ということでここです でピカチュウが桃ミルク持ってるんですけどもチーズケーキか <laughs> と思って普通のチョコ味だったらね3つ4つ買ってもまあ食えるなと思ってたけど多分これチーズケーキは多分全部食えないなと思って1個にしました <laughs> もっと本当は買わなきゃいけないのかもしれないけど陶器限定商品ということででこのコアラとマーチのポケモンはパ絵柄がね こちらにもあるんですけども48種類熱ッに書いてありますはい、全部で96種類、えー、ポケモン48種コアラのマーチ48種をコンプリートしようということで、えー、こちらにね全部書いてあります うーんまあコアラの街といえばね眉毛眉毛があるコアラがレアって言われてますけどもこの4種類とかねであとはポケモンアシマリイトマルイーブイイルミーゼウィンディウールエースバーンエーフィおオドシシオトスパスカイロスカプテテフキモリキテルグマシャンデラスコルピスボミゼブライカタチフサグマタブンネチェリムチコリータチリ シュリネ、ナエトル、ナックラ、ネイティオ、ネッコアラ、ピー、ピ,ーピカチュウ、フタチマル、フェローチェ、マグマラシ、マリル、ミロカロス、ムーマ、ムシャーナ、ラッキー、ラプラス、リオール、リザードン、リーフィア、リングマ、リカリオ、リュギアと、あと4種類何かがいるということで、なんでこういうラインナップになっているかというと、ポケモンしりとりということで、好きね、ポケモンしりとり。 えー、ポケパッケージを開けてビスケット取り出すコアラのマーチの力「チ」からしりとりを始めようということで「チ」から始まるのだよね「チコリータ」で多分ねで、えー、とモンスターボールは2個使えて何にでもつなげることができるぞというなんかよくわかんないんだけども、えー、パッケージを開けるとね多分そこに上からかな、まあ、とりあえず上から開けるけどああったこれだこれだこれがまあ その中間地点、何もつなげらんない持ってないところに、まあ、使えるよっていうことですね。これね後ろ側もかなあ,あやっぱりそうだ後ろ側もついてますねはいちょっとじゃあこれ広げとこうか、まあ、こんな感じのパッケージですとさあということで。 コアラのマーチの種類が48種類とポケモンが48種類なんで多分あのー、ポケモンがいっぱい出てくるとは限らないと思うのでちょっと開けてここに出して見ていきたいと思いますいくようわ匂いがやばいあミロカロスとかあ結構ポケモン多いんじゃないね奇跡的に裏ばっかりだね <laughs> 匂いがやばいこれ。 すーごい匂いあピーんピカチュウ出た嬉しい多分ねピカチュウピーの顔がなんかあれじゃないなんか変じゃないそんなもんないカイロスピーがかんないあれピッピーの前分身コアラあナックラなんかちょっと全部上気味に印刷されちゃってるねこれね,ね あ、ウールウーールルなんかすごい可愛いまたピーだほらあいいのかピーそういうことかんムーマあタチフサグマなんかすごいよなんか印刷があマリルチュリネ<ん>よし これでオッケーだこれでで全種類あ、でも結構34普通のコーラの街が10個と13個ポケモンが出ましたねしかもかぶったのは P だけ結構すごいねうんこれでもさすがにあれできなくない あムーマ、マリル、できる。ここまではできる。一から始めてねって書いてあったじゃん。あ、チュリネ、じゃあ、チュリネ。でも、ネがないもん。モン,ーーんモンスターボール。じゃモンスターボール。もう。モンスターボール。ムーマ、マリル、ルがない。一 <laughs> 個じゃできないね。一個じゃできない。 だってもうあっななピカチュウ,ウールがあるねないよあともうダメだでもなんか全部が印刷されてるのかと思ったらミロカルスとかだけど顔とかだけなんだねこうやって、うん、カイロスとか全部印刷されてるけどそうなんだよねあんまよく映ってないんだよねさあ肝心の お味もうやばい気しかしてないけどねだってチーズケーキ味らしいけど原材料にチーズケーキらしいものが一つも入ってないからね <laughs> からチョコレートも入ってないんだよじゃあいただきまーすうんあ匂いほど悪くない 匂いがすごい強烈だけどあ意外と食べれるてか久しぶりにお菓子食ったけどなんかあっさりしてるわすごいくどくどしいチーズケーキかと思ったらすっごいあっさりしてるまあモーモーミルク風っていうのがよくわかる株式会社ロッテこれ瀬山工場って瀬山だっけ狭山だっけど<れ>埼玉の。 さやまちゃんさやまかさやまだよじゃああのさやまちゃんのところのさやまにあるんだうんじゃない意外と食えるちょっと食べる一 <laughs> 個, 1> 1個でしりとり大賞ダウンロードって書いてあってダウンロードするとこんなようなしりとり大賞がダウンロードできます <で>なんかに似てるね。ね、なんかに似てるの。そう、で、なんか、すごい極端に激まずではなくてさ。だけこれそう、なんだろうね。なんか食べたことあるんだよね、これ。なんかのお菓子とそっくりなんだけど。ね、なん、なんだろう。あのロールになってるやつかな。バームロール。一応一個ずつの小包装のちっちゃいやつ。え、だから、バームロールじゃなくて。ルマンドみたいなやつ。あ、だから、だから、バームロールじゃん。 あ、それなのうんこれでしょホワイトチョコのやつうん、そうだよブルボンのやつでしょこれでしょああそういう感じなんか似てる気がするまあ確かに近いよね、うん、ホワイトクリームバームロール、うん、これに近い味がするそんな極端に激マズじゃないよね普通のチョコよりむしろいいねえ うん、なんそんな気もするこの前俺も久しぶりにコアラの町食った時「えコアラの町こんな味だったっけ?」って思っちゃったけど子供はどうなのか分かんないけど大人にはいいんじゃないってねえなんか言うほど本当くどくないよねこのチーズケーキっていうほどさ、うん、珍しく俺も食えちゃうもんこれ美味しいびっくりうんということでシークレットは出てないよね 4週全部ここに書いてあるやつだなコアラのほもあ食べちゃった <laughs> <laughs> あ富士山コアラはある何これそ<う>これそれ分かんないんだよねなんだろうこれ望遠鏡で覗いてんのかなどっちが上あスクープコアラだこれじゃないやっぱ望遠鏡ああうん あこっちか,か向き横なんだスクープコアラっしょうんレアじゃねえわじゃこれ F1 のやつもさすがにレアじゃないっしょこれさっきまつげあるやつ食べてよねあったねゲジマユコアラレーサーコアラだこれこれはこれなんだろう ほっぺが落ちるマーチくんだって <laughs> うんでもほんとこんなに俺が食べれちゃうってことは、うん、まあ何個もはいらないけどさすがに一箱だったら全然食えるわでも何がいるんだろうねちょっとツイッターで載ってたから調べてみよう コアラのマーチポケモン伝説のポケモンは全然伝説っぽくないけどねえっイトーヨーカドだと2個買うと1個クリアファイルもらえるらしいへえかわいいじゃんね行ってきたらいいよ セブブンイレブンこんなイベントやったらしいよ何それ普通のコアラのマーチを買うとポケモンのやつがもらえるっていうキャンペーンへえ<ー>ちょっと前にすごいねセブンイレブンで無料引換券でお得に入手できるキャンペーンも実施知らなかったほらほんとだもうみんな知ってたよって感じかな シークレット出てる人いないなでも「立ち塞ぐ」まとがみんなやっぱこんな感じになってる印刷がま、うん、っすぐじゃないんうん誰か載せてる人いるかなと思ったけど載せてねえわ。 まあそうだよ、ねうん出てないみたいなんか分かりやすくしてほしいよね伝説がさシークレットとかさなんでだってシークレットって分からず食っちゃう可能性があるじゃん みんな乗せてるけど、本当出てないよ。シークレット。どれぐらいの割合なんだろう、ね。うね。全然出てない。あゼラオラがシークレットかな。ゼラオラだって乗せてる人いた。うんうん、ゼラオラだ。じゃあ。あとでも三種類あるよ。 1一個はミュウだっただってゼラオラとミュウだじゃあもう1箱買わなきゃさすがにもういいわ眉毛はやっぱシークレットだって絶対食べたがるよこれ、うん、せっかく今あれしてるのにゼラオラが出るって言っちゃったからいないよ俺の動画、うん リザードン出なかった、ね、うん <laughs> うんはいということでぜひ味はほんとに全然食べれて美味しいのでもうなくなっちゃった売り切れいや珍しいうんぜひとも皆さんも買ってみてくださいそれではまた明日